皆様こんにちは。本日は2024年1月8日の月曜日、サイススでございます。私の夢の夢のバイオレットことムム君がですね、昨日ねすずちゃんとお見合いをしてみたんですけれども、すずちゃんの攻撃があまりにもひどくてですね、ペアをね変えてみることにしました。はい、でお相手はラスク君とね同居させてたんですけれども、まだ2人ともちっちゃいので、寄り添って仲良くしてたんですけれども、そのねシロちゃん、真っ白のねシロちゃんですね、女の子です。真っ白のシロちゃんを一緒にムム君とね合わせてみました。そしたらですね、2人ともね初めは匂いを嗅いで様子を見てたんですけれども、攻撃性がねあまりなくって、ムム君おとなしいですし、チロちゃんはねちょっとやんちゃ姫なんですけれども、その嫌がることなく毛づくろいをねしてもらったり、してましたので、もうそのままね昨日のうちからね一つのケージに入れました。そしたらですね、ムム君はもうチロちゃんが気に入りましてですね、チロちゃんを一生懸命毛づくろいしに行ったり、耳の中までね鼻を突っ込んだりして仲良くしてました。で、チロちゃんはというとですね、まだ完全に受け入れ体制ではないみたいなんですけど、眠たい時とかはねちょっと怒ったりするんですけど、あんまりムム君のことを違和感なく受け入れてるような感じですね。ですのでこのまま2人でね生活させてみて様子を見たいと思います。はい、ムム君がね今ねこうやってチロちゃんにね毛づくろいをねしに行くんですけどね、チロちゃんまだね今日はちょっとまだ朝なので眠たいんですねで眠たいのであんまりねこう寄ってくるっていう感じではなく、自由奔放なので自由に動いてるんですけれども、ムム君の方はですねすごくねチロちゃんのことを気に入っております。はい、チロちゃん寝ております。でムム君もお昼間なのでねちょっと眠たいのでねぼーっとしてるんですけれども、チロちゃんのことはとっても気に入ってるみたいです。でこのペアでうまくいくならばこのままね夫婦になってもらおうと思っております。はい、ムム君かわいいですね。はい、ムム君は本当におとなしくてね人懐っこくてかわいいです。新しいところにここにいたミクちゃんは違うケージに帰って、ここのケージにね2人で一緒に今ね入れてますけれども、またね夫婦になって子供ができるようになればねちょっとチンチラハウスの方に移動して広いお部屋になったらね大きいケージに入れてあげようと思います。今はねちょっと大きいケージが今詰まってまして、新しいのを今広げるとちょっと大変なことになりますので、もう用意してありますけれども、今少しこのね小さいケージでね我慢してもらってます。はい、ぜひねチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ありがとうございます。